今日は8月11日、長野で南野武史選手よりアモーレを取り返したということで、夏休みの横浜デートやってきました。今日は伊勢山の大神宮に、お参りに来ました。というわけで、今からちょっとアモーレとおみくじでも行ってこようかなと思います。というわけで、しっかりとアモーレとの縁結び、そして貿易岩、お参りしてきました。それにちょっとおみくじも引いてみたいと思います。早速出ました。小吉。身も心もちょっと不安な状態です。自分の能力以上のことをやってはいませんか。どこかで肩の荷を下ろして深呼吸、安全策を考えましょう。愛情、縁談、恋愛、アンバランスなところが目につく。互いに思いやりが足りないのではないか。縁談はもう一度見直せだそうです。はい、まあいいことだけ知って、はい、というわけで、悪いものは払ってしっかり20日に臨みたいと思います。まあいいね、風は気持ちいいし、天気はいいし、あとさ、ビリゲン人に勝ったらさ、秋ぐらいにでもまた来ようよ。またちょっと涼しくなったぐらいに、沈むし、観覧車だもん。乗ろっか。よし。いやー、ちょっと気温も下がってきて、綺麗な夕焼けだ。で、カメラなんでいるんですか。今、アモーレとデート中っすよ、僕。密かに密着させていただいてます。いやいや、分かってましたけど、なんでいるんですか。すいません、ちょっとお邪魔してしまいました。まあ、今回会見ないんで、まあ気持ち分かんなくもないですけど、いますか。ちょっと密室で、せっかくアモーレと二人きりになったのに、何してるんですか。ちょっと今いいとこなんで、ちょっと出てってもらっていいですか。ちょっとここ観覧車で二人きりなんで。